黒川夜高祭りは、富山県伊水市の黒川地区で毎年8月の23日に、近い土曜日に行われる、田祭り。五国宝城、無病息災を祈って行われる。古くより伝わる、戦国時代の武将、岩見茂太郎の被大字伝説にちなみ、今から200年前の1815年より、始まったとされ、地元では、洋高と呼ばれ、親しまれている。 第二次世界大戦により長らく中断されていたが、1975年に子供よる行安どとして再行された。なお、かつては毎年4月5日に行われていたが、中断中の1973年に8月に変更された。中断以前は黒川地区にある西大寺と竹山地区にある鴨社の間を夜中安どを持った子供たちが3往復していたとされている。 1990年3月26日に小杉町の無形民族文化財に指定されている。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。7つの町内会の子供たち自身が作成した小型の長方形の立方体に竹の棒を通した夜高安ドンを掲げ、町債谷庭か、五門債谷庭か、三門種にヨた用たと生やしながら、地区内を練り回る。 また小型の提灯出しも随行する。なおこの林歌、にわかは、神様に喜んでもらいたいとの思いが込められた、即興的な表現や踊りのことである。ありがとうございます。